皆さんこんこにちは司会の八木ひとみです国際経済をテーマにしたウェブ番組、世界経済ワールドエコノミーをお届けしますえ去年、国際的な経済情勢が激変した中で金融緩和を維持した日本では大きく円安が進みました。 日本の世界での競争力も株式時価総額の世界上位500社中1989年は203社を日本企業が占めていたんですけれども去年11月では31社と激減しています暮らしの面では物価が上がり購買や消費力のもととなる賃金についても日本は伸び悩んでいて海外との差が課題となっています 日本企業のグローバル成長力がより求められる中世界の情報をどうインプットしていけばよいのかその中で欠かせない英語にどう向き合っていけばよいのか英語がしゃべれないデメリットとしてはですねテキスト動画などのコンテンツからのインプットができない等が挙げられます。ビジネス会話でののの英語の重要性をを探っててまままいります題しまして世界経済を勝ち抜くための秘訣は〇〇 このまるまるに入る言葉を探ってまいります。では、早速、今回のゲストをご紹介します。お一人目は、英語のコーチングを手掛ける株式会社プログリッドの岡田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こういった番組の司会をしているんですけれども、はい、実は私、英語全く喋れなくてですね。はい、そうなんですよ。英語の重要性というのは、どういうふうに。 ままず考えていらっしゃいますすそうですね。うん、キャリアを選ぶ時の選択肢っていうのがやっぱ全然違うんですよね。うんはい、例えばもうその、もしアメリカ人で生まれてアメリカで普通に働くんだったら語学力なんてものは関係なく全てどんな職種でも選べるって話だと思うんですけれども今やっぱり日本人で、えー、ってなると英語ができるできないで選べる仕事っていうのがもう真っ二つに分かれている状態なのでなそういう意味では。 こう選択肢を増やすという観点でもかなり英語っていうのは重要なのかなと思いますね。そしてお二人目のゲストをご紹介します。えー、日本タバコ産業株式会社人事部の庄司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 えー、JT さんではその英語というのはどういった位置づけになっているんでしょうかそうかそですねあの弊社の中でもかなり昨今は力を入れている領域ではありまして弊社の中では今、グローバルでタバコの事業がです、ね、120か国以上の展開をしておりますので、うん、かなりこう海外との融和であったり融合が図られていく中では、えー、よりその英語ができて、えー、仕事が進んでいくというところはもうまさに避けても通れない道にはなっているので<ー>そういった点ではあの非常に今弊社の中でも英語は重要視しております。なるほど、はいえー 今日はこの二人とお話し進めてまいります、えー、さて冒頭でもお伝えしました歴史的な円安そしてグローバル競争力の低下に日本企業悩まされているんですが日本企業の今後のグローバルでの成長力はどうなっていくのかというところからお話しいただきたいと思います日本企業のそのグローバルの成長力現在はどのぐらいだというふうに考えていらっしゃいますかそうですね、うん、あのー。 以前あの、幼少期に海外にも住んでいたことが実はありまして、はい、英語には非常に親しく触れていたんですけれども、やはりこう海外と、えー、やり取りをしていく中で、どうしてもこの日本企業が交渉すらさせてもらえないっていう、うん、えとかなりこう状態は、えー、と目に見えてきているところがありますと。うん、例えば、えー、と東南アジアアジでしたり、えー、とアメリカの シリコンバレーみたいなところも日本企業はえ話を聞くだけで何もしないという中で他の国々の方々はまあそれも含めてすべて交渉をした上で帰っていくという中で日本企業はそこで何もしないからえビジネスをしないんだよねというところでかなりこうあのレッテルが貼られてしまっているような状況があるというふうに聞いていますのでそういった意味であの過去と比べましてもやっぱ技術力以外のところでやっぱコミュニケーションという意味では非常に日本企業は今、列位に立っている状況かなというふうには私自身は感じております。岡田さんはそ,のそういった企業の い我々はその企業さんをサポートする立場でやらせていただいているんですけれどもそのまあ日本全体っていうくくりで言うとちょっとわからないんですけれどもただあのまさに JT さんなんかは本当そうだと思いますけれどもその中でもどんどんグローバルでの競争力を上げていこうという企業さんは日本の中にもたくさんあって、うん、実際今後もかなり増えていくんじゃないかなというふうに私自身は むしろポジティブに捉えてますね。なるほど。まだまだ成長の余地があるというふうにう、ね、お考えということなんですね。あ、実際にそのまあ企業としてですね、英語ができる方々が増えていくことによってどんな成長が見られるんでしょうか、うん。まさに語学という面もそうですけども、あの文化的な融合というところはやはりあるかなというふうには感じております。はい、今までですとこのあ,あくまで日本人は日本人の中で仕事をしているというところで、うん、まあ閉塞的な領域があった中でいくと。 まあこれからはその英語というものがある種ツールとなって、えー、一人一人が持ちうることで、えー、他の国々の方々の違う文化圏であったり違うまあ,ある種考え方というところを融合しながら新しいビジネスを生んでいくという時代にまさに入ってきているかなというふうには感じております私のような英語できなくてもいいからちょっと逃げ切ろうみたいな人っていうのはもう御社にはどんどん少なくなっていってる感じですか <laughs> まさにそういった方々はお母さんのところでサポートいただいているというふう <laughs> に私は思ってます、ねはい、そうなんですね。<laughs> 会社の実際にじゃあみんなに英語をやってもらおうと思ったときにですねあの本当に効果があるのかどうか業績が上がるのかどうかっていうのってすごく企業の方も。 疑問に思っている部分だと思うんですけど、うん、そこに関して、いかかがですかえと長い目で見ていったときに、えー、いろんな方々がこうある種、コミュニケーションを統一して、まあ、英語というプラットフォームを使って、えー、ビジネスを展開をし続けていくというところで、うんえー、中長期的な成長というところには必ずつながっていくのかなというふうには感じていますので、えー、なかなかやっぱ正直、腰が重い方も多いんですそうでですすよねなんですけどやどぱそういったところを一つでも二つでもあの人事部としては後押しをしながら、うん、あの皆さんの、まあ、そういった英語も含めたサポートというところをあの日々、 やっていければなというふうには考えておるところですあの JT さんのような考え方の企業というのは増えてきてるんでしょうか、はい、増えてきてると思いますね,ねおそらく一番最初というか日本の中で本当に先進的な事例だったのは楽天 さんんだと思うんですけれども、はい、彼は10年以上前にあの英語高用化を打ち出してやっぱりその英語高用化するとなると、うん、まさにその英語え、自分もやるのみたいな人もたくさんやっぱり社内にはいらっしゃるわけですよね、大企業なんで,、えー、でその中でやるとなるとまさに庄司さんおっしゃったようにその中長期というかうかなり長期ですよね、うん、超長期にこれが意味あるんだということを信じて。 経営トップが意思決定をするっていうことがまず最初に絶対に必要で結構、中途半端にやっぱ英語みんな喋れた方がいいかなぐらいだとやっぱりどっかで社内の逆の圧力だったりとかで頓挫するってことあると思うんですけどやっぱ楽天さんとかは本当にやっぱり社長の意向が強くてしっかりリーダーシップをとってやったんであそこまでしっかり全社統一できたっていうのは大きいのかなとそれは会社にとってももちろんいいことですし逆に言うと腰が重い個人の方々にとっても 今となってはすごい良かったんじゃないかなと思っていて、うん、おそらくじゃあ10年前楽天にいた方で、うわ英語教育か本当嫌だなと思ったけど、うん、でも会社の方針でやらなきゃいけないっていう状況でやって、今10年後英語喋れる人っておそらく感謝してると思うんですよね。あそうですよね、はい。その人が楽天に今いるのか、もしかしたら社外で。 違うキャリアを歩んでいるのかわからないですけれども、そういう意味では企業にとっても個人にとっても、うん、このグッとその何ですかね、トップがリーダーシップを取ってやっていくっていうのは、うん、すごいあの意義が大きいことかなと思いますね。確かにあの成長にはグローバル化、世界を意識していくということが重要だと思います。昨今そのリスキリングだったりとかアップスキリングというようなワードもよく聞くようになってきました。世界でビジネスをしていくのに必要なスキルポイントというのはやはりここ英語というのは外せない部分に。 馬田さんなってきますすかそうですね、まあ、英語っていうのはあの非常に重要なスキルの一つであるとは思います。うん、あの英語ができることによって先ほども申し上げましたけれどもキャリアの幅も当然広がりますしじゃあ実際に海外の人と仕事にするってなった時のパフォーマンスは、まあ、明らかにうん、うん、え違う。 一方で、まあ、英語がすべてではないと思いますしそれ以外のスキルが当然ないと、まあ、言語が話せるってそれコミュニケーション取れますって言ってるだけなんで <laughs> 確かにそううでですす、ね <laughs> はい、当たり前だよよねねっていう話なんですよ、ね、マイナスをゼロにするみたいなのが英語をできるようにするっていうことで、まあ、実際、それ仕事をしてパフォーマンスを出して価値を発揮していくっていうのが仕事なんで、まあ、そういう意味ではそれ以外のスキルだったりとかっていうのは非常に重要だと思いますしそういう観点では今、結構求められているのは このスキルを身につけるっていうのはもちろんそうなんですけれどもそれに加えて根本的に学ぶ力っていうんですかね常に自分をアップデートして新しいことを学んでいく例えば今はじゃあデジタルスキル伸ばした方がいいよねって言われてると思うんですけどじゃあ10年後になったらまた変わってるかもしれないってなると維スの時代でも学んでいける人が常にその新しい知識だったりとかスキルを身につけていけると思うのでその学ぶ力そこが結構キーになってくるのかなと思いますね。 確かに、あの、学ぶっていうことは、まあ、これだけコンテンツが溢れてる世の中でですね。うん、実際に、自分が何かを学ぼうと思った時に、すごく簡単にそういったものにアクセスしやすくなってくると思うんですよ。ただ、私みたいに英語ができないと、日本語に限定されてしまう部分があって、うん、そういった、こう。 コンテンツその英語でのコンテンツなんてあふれていると思うんですけれどもより効率よく学べるそのものにアクセスできるかどうかというのも一つポイントとなってきそそううでですすよねそうですねやはりこう私もこうコロナ禍に入って、うん、あの学びというのが改めて自分にどう意味があるかというところは痛感している一人であるんですが、うん、あのやはり時間がかなり空いたのでものすごい量の本を読むようになりましてここ3年で250冊以上は読んでいるんですけどす、ね、その中でもやはりこう日本語の本 っていうのはもちろん量は膨大にあるんですけどそこからやっぱり英語の。 本であったり違う国の文献というところにもアクセスできるという観点では、うんえっと、ある種、自分自身のスキルをつ,つけるという意味でも語学というところはあの非常に強い武器になりうるなというのは、うん、改めてこう痛感をしたところではありますね文化の融合という話先ほどおっしゃってましたけれども、はい、やはりそこって今後重要になってくるんでしょうかそうですねまさにこう昨今いろんなこう世界情勢であの各国がいろんな動きをしている中でいろんなその宗教的な背景であったり、まあ、もちろん文化 というところも含めて双方が理解がなかなかできてないという部分が、あのいろんなものの根底にあると、うん、あの私自身は感じているんですけれども、そういった中でこうどうやって相手の文化を理解するかであったり、どうやってそこに対して学びを得ようとするかというのはあの極めて重要なポイントになってくるというふうには感じています。うん、弊社の中でもまさに本当数十カ国以上のあの人材が活躍をしている会社ではありますので、はい、そういった方々が例えばまあ宗教上にでこういう式たりがあるよねとか、こういうまあ食生活があるよねっていうところを理解しないまま 日本の文化をあるし押し付けていくというところがその融合というものを阻んでいるのであればまさにそういったものをまあ語学というのは一つそこでまさに岡田さんがおっしゃったようにマイナスをゼロにするというところからゼロになった上でどうやって相手を対等に理解するかという意味では非常に重要なあの部分になっているかなというふうふに思いますしまさにそういった動きは今後加速していくかなというふうに私自身も思っています岡田さん、いかがですか。 あメやった企業があってそこは IT ベンチャー企業なんですけれどもそこでもまさにその英語ができるっていうのは英語雇用化してるんで一応ベースになってるんですけど、はい、それによってまあ言語うんぬん話もあるんですけど海外の方がその企業にまず就職できるようになると。なるほどやはりそののの企業の雇用化が日本語の会社に 普通のの海外の方入れないですよね、うん、そのコミュニケーション取れないんで,で入ってくるとで、そうすると英語高揚化すると最初はあこれで海外の人ともみんな働けると思ってたんだけれども、はい、実際やってみるとその上に文化の違い、うん、まさにおっしゃったその宗教の違いっていうのをリアルに感じてやっぱ日本にいるとなかなか感じないじゃないですかこれだめなんだとか、はい、で全然あるんですよね。でそういういいととところをちょっ,とず,つちょっとずつ改善していくと本当に その会社がグローバルになっていく言語を公用化するだけじゃなくてそこがスターティングラインでそこからどん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 本当に多様な人を受け入れる会社になってきてなんて言ううでしょうね一つのシンプルなオペレーションを回すだけだったらある意味単一性のあるその組織の方が良かったりすることあると思うんですけど、はい、イノベーションを起こしていくとなるといかに違う考えとか違う常識を持った人が一緒に働いて。 対等に議論ししてて意見し合えるかって本当大事だと思うんですよね。で、そういう意味ではその文化や宗教とかそういったところまで融合されてくると本当にこのダイバーシティというかいろんな方が一緒に働く意義ってあの価値っていうのが会社にこう生まれてくるんだろうなっていうのを社内で英語力を身につけさせる前と後でどんな違いがまた変化が起こったというふうに考えてらっしゃいますか、まあ、それも企業の文化のところもそうだと思うんですし、まあ、個人の方の反応だったりとかっていうのはいかがですか 海外の方が日本に出向で来られるというケースが非常に増えてきてはいるんですがそんな中でそういった方々とこう非常にフランクにじゃあ飲み会に行くだとかランチに行くだとかっていうものを率先してやっている社員が非常に増えてきたなというふうに感じておりまして、えー、まさにそういった中でコミュニケーションを取ってもらうことで海外の方も、うん、あ日本ってこういう文化なんだということを理解してもらえますし逆にこちら側もあこういう文化のもとでこ,こういう人たちはあのいろんな考えを持ってるんだなというところを理解するのでまさにあの私自身はこう こういったコミュニケーションがまさにこういうい飲み会みたいなものの意味だなっていうのを、うん、その文化変の違い、変化というところであの強く捉えた瞬間ではありましたねそう考えると、まあ、もちろんビジネス英語っていうのも重要だと思うんですけれどもなんか普段の話ビジネスじゃない英会話っていうのをかなり魅力的喋れる方魅力的ということになりますよね。そ、うん、そうでですすね、うん、ただそこが一番難しいですよ本当は 結構あの言われるのが、うん、日常英会話は私できるんですけどビジネス英語できないんですっていう方結構多いんですけどうん、うん、私の感覚すると基本的には逆で、うん、ビジネス英語はまあまあ提携があったりとかアジェンダが決まってたりとかするじゃないですかな変な文化の話とか出てこないですよね、はい、基本的に数字の話とかいうこと <laughs>、えー、あとはいつも使っている専門用語とか日本語でも英語でも変わらないようなことだったり。 日常会話って本当に多岐にわたりますしあそうですね確かに、はい、歴史、文化うん、うん、そういったものがすごい密接に関わってくるんで飲み会で楽しくできるっていうのが結構、英語の最上級レベルっていうかそんな感じはしますけど。 今日もイエスしか喋らなくて帰ってきたなっていうことよくありますけどね、私。あなるほど。うん、<laughs> それもそれで一個だと思いますけどね。<laughs> <laughs> でも確かにおっしゃった通り、スポーツの話とかってなかなかできない部分の、ねね、英語でやるとすると難す、ね。難しいと思います、本当に。そのあたりが、ね、あの目標とされているその文化の融合っていうところにも大きく関わってくる部分ではありますよね。うん、そうですね。顧客の中で,です、ね、スタートアップだったりとか、えーはい、ベンチャーの企業とかっていうのも多くなってきてるんでしょうか。相当増えてます。 うん、スタートアップのところでいくとやっぱり特徴としてはエンジニアが会社の多くを占めるとで今エンジニアの採用というのが難しいんですよで。日本人ってエンジニア大体130万人ぐらいいると言われてるんですけど世界に目を向けると2500万人ぐらいいるとで今もう日本の130万人からいい人採用しようとすると。 まあ、ほぼ無理と言っても過言ではないぐらい厳しいんですよね。でそうすると多くのスタートアップがもう海外の人材もデフォルトでもともと海外の人材も込みで採用していこうっていう風にかなりダイナミックに変わってきてる印象があって特にエンジニア組織の英語化を進めてる企業っていうのは。 あのこの23年急速に増えている印象があります、ねうん、そこはかなりその企業の成長力というところを例えばその情報の取り方ということでも変化があると思うんですけれども、うん、あの私みたいに映画ができないと英語から日本語に訳されたものを見て理解するという形なんですがやっぱり一時情報、英語にバーンとアクセスできるというのはかなり強みになりますか。うん あの日本本語に訳されててない本って結構あるんですよでちょうどまさにこの前あのイーロン・マスクがどんな本を幼少期に読んでいたかっていう本を読んでいて、うんはい、でその中で、えっと、いくつかこう20冊ぐらい文献が紹介されてるんですけど、うんえっと、うち半分ぐらい日本語訳されてないんですよね。うん、ってなると、えっと、その時点で日本語しかできないということは、うん、情報の半分にしかアクセスしようがないんですよ。うん、という意味では、えっと、やはりこう英語があるということで幅広くいろんなものから多方面に、えー、いろんなものを吸収で できるであったりそそれこそ映画なんかを見ていても、えー、と字幕ってあれどうしても文字数の制限があったりするじゃないですか、はい、本当に言ってる意味ってあそこに全部込めきれてはなかったりはするのでうん、うん、そういった意味でもやはりこういろんなその語学っていうところも一つのツールとして覚えておくことは、うん、あの自分自身の見地世界をものすごい広げるものになるなというのは、はい、改めてて思っておりますなるほど僕もあの最近あの最新の組織論みたいな本を読んだんですよ、日本語で、うんはい、すごいいいなと思って。 で読み終わって一番最後のページ見たらうん、うん、アメリカではこれ3年前に発売されている本ですもう最新じゃないですよね。あでも確かに今思うとですけれども自分自身も本屋さんに僕本屋さん好きなんで行くんですすねそうすると、まあ、基本、日本の本ですよね、うん、当然ですけど、うん、なんで結構意識的に英語の情報にアクセスするっていうのは自分自身もできてなかったなと思って。 だから英語ができるっいうのも一つありますしあとは意識的に英語の情報を取りに行かないと、うん、普通に生活していると、まあ、本屋さん行っても日本の本ですし、うん、まあニュースも日本語で十分なというかかなり量ありますんで。で そこはやっぱり意識となんかプラス、えー、両方必要なのかなと思いましたね。うん、そうですね。そう考えるとあのまあ企業としての成長力という話ありましたけれども個人としての成長力も英語っていうのはかなりそうですね、えー、差がついてきそうな部分ではありますよね。ね例えば実際にこの TOC で顧客の方にどんな変化があったとかっていう話はありますか？英語力っていうことでいきますと。 まあ我々そのプログリッドのサービスを受けていただいて、そうするとまあ三ヶ月とか六ヶ月とかっていう単位で英語力がぐっと上がって、よくいらっしゃるのはやっぱりそれで海外赴任に会社の中で選ばれたとかそういう方たくさんあのいらっしゃいます。でプラスやっぱりそれ以外でもう一つあるのはなんて言うんでしょうね自信がついたっていうんですかね。はい。自分は英語はできない人間なんだって思ってる人が結構たくさんいらっしゃって。 でも実はそれって努力量が足りなかったりとかやり方がちょっと間違ってただけなんですよねでそれが修正されて英語ができるようになって人生の成功体験ができると、うん、あ自分でも英語ってできるんだっていうことだったりとか 今私32歳なんですけれども、うん、じゃあ30超えてもこんなに人って成長できるんだとかっていうのを裸で実感できるんでそうするとさらに成長の速度が高まっていくというか英語だけじゃないあらゆる成長にこう寄与していくっていう、うん、なんかそういう方がすごい多い印象がありますね。うんえー、なるるほど。ど私もも、今今ちょっと40手前でではあるんですけれども今更英語やって でも、うん、なんかそれか、はい、もう本当に例えば翻訳ソフトだったりとかに頼っていく道っていうのもあって他のものを逆にあのスキル上げていけばいいのかなとうう思ったりもするんですけれども英語っていうのはいつから始めても大丈夫なんでしょうか全然大丈夫ですね、これよく聞かれるんですけど、えー、あの若い頃からやった方が英語はいいっていうじゃないですか、はい、でこれ事実だと思うんですね。例えばじゃあ小学校中学校校中、うん、海外にいましたと これはその時本当に大変な思いをして英語を要するに身につけてるわけですね。でこれはもちろん大人になっても英語ができるなので若い頃やっててよかったねって話なんですけれども、はい、じゃあ40歳の人が英語をやるの遅いのかって話なんですけど、はい、我々あの、いろんな方の英語学習をサポートしていてデータを見ると20歳も30歳も40歳も50歳ももう変わらないんです。よ。 へ10歳とは違うと思うんですけど20歳超えてるともう大人じゃないですか <laughs>、うん、で言語能力発達してるじゃないですか日本語の。なんで、もう後ってあんまり変わらないんですよね<ー>多少単語を覚える速度がちょっと遅くなるとかは、はい、例えばじゃあ60歳70歳ですねとあると思いますけれども、うん、その年齢でこの大人はですねその語学の習得効率っていうんですかねは全然変わらない。 っていうのが実際かなと思いますね。なるほど、確かにそれは思いますね。ちょうどあの昨年ですね。ちょっと弊社の話なんですが、あのシアトルにちょっと仕事で行ってたことがありまして、はい、私自身はあの中学高校とアメリカにいたので、全くその語学に抵抗はないんですけど、うん、もう一人一緒に行ったメンバーがまさにあのプログリッターのサービスをえっ、ー、と受けた上で来たんですよね。はい、で、ものすごい友情に喋れるな。 っていうのにかなり驚きましてっていうか俺が知らない単語むっちゃ知っとるやんみたいな感じになってまさに年齢は関係ないなっていうのは自分自身もちょっとどこかでバイアスがあったんですよやはり幼少期からやってる人間があの喋れるレベルってどうしてもそこまでいくのって難しいよねっていう勝手なバイアスがあったんですけど全くそんななことかったですね当社で本田圭佑さんと一緒に仕事させていただく機会が結構多くて話すんですけど とは言ってもやっぱり日本の例えばサッカー界で見ても能力あるのに英語が話せないから海外を視野に入れてない人が本当に多いらしくてそこで自分の世界閉じちゃうんですねそうなんです、えー、無理って思っちゃってるんですよねさすがに自分は日本だよねっていうこれ本当もったいなくて 英語って本当に1年、2年の努力で、残りの60年70年変わるんですよ、うんはい、その一歩をどうやって踏み出すかというところなんですが、うん、ここで先ほどからお話ししていますの日本の英語力についてのデータもあるということで、見てみましょう。留学事業などを手掛ける EF エデュケーションファースト、スイスに本部があるところですね、こちらがまとめた2022年の英語力の調査によりますと、英語を母国語とする、えー、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどを除いた111 各国そして地域のうち日本は80位というんですね、かなり低い、韓国とかは36位、中国62位ということで、そういうふうに考えるとやっぱり日本は低いなというふうな印象多いと思うんですが、岡田さん、その日本の英語学習っていうのはインプット学習ばっかり。まあ、私自身もずっとこう 単語テストみたいなのとかを、えーうん、永遠とやってたイメージがあるんですけれども、はい、その教育の仕方がよくないということなんでしょうか私はですねあの教育の仕方があがよくないという側面は確かにあると思いますが、うん、それ以上に問題なのは学学習習時時間間のの少少ななささ、えー、例えばよく言われるのが中高6年間英語やったのに英語しゃべれないです、はい、って言うじゃないですか。<laughs> はい それって本当に6年なのかって話でうん、うん、あれって週に2回とか3回英語の授業があるっていうだけなんですよね。はい、でさすがにそれだと6年やっても無理だよなっていう <laughs>、うん、話でその時間じゃ無理,、ね、無理だと思います。これはどれだけ授業をうまく工夫しても学習時間の問題でやっぱり厳しいんですよでその小さい頃にアメリカにおられたってことなんですけどこれはもう圧倒的に勉強法が優れてるっていうのも,もちろんありますよ。ただ 時間がまず圧倒的なんですよね。まあずっと英語を聞いてるわけですもんね基本数時間二十四時間聞いてるのでなので日本の英語教育の仕方に問題を当てるのも確かに重要なんだけれども、はい、どうやったら時間を増やせるのかっていうことも子どもの英語教育を考える上では僕は非常に重要な論点かなと思いますうそういった中でですね英語のやり方を 科学するというようなキーワードをお話しされているということです。これ具体的にどういう意味なんでしょうか。そうですね。今学習時間が大事っていう話をさせていただいたんですけれども、うん、とは言っても、大人が、じゃあもう大人にそんなことを言っても仕方ないんで。いかに生産性高く英語学習をするかっていうのが当然重要になってくると。うんはい、生産性をとことんまで、あの突き詰めるっていうのが、まあ科学するという意味で、うん、英語学習っていうのは魔法はないんですけれども。 遠回りしないっていうことはあるんですよ、ね。なるほど。はい。なのでいかに遠回りせずに今解明されている、うん、その言語をどういうふうに身につければ最も効率的なのかという理論だったりとか、うん、データを駆使して英語学習をしていくっていうことですね。えー、あのこの英会話のファイブステップというのはあの英会話をするときの脳の、うん、え処理プロセスを五つに分解したものなんですけれどもうん、うん、まず リスニングとスピーキングという2つに分かれますと英語ができるといってもそのまず2つに分かれるんですこの分けがまず実は当たり前なんですけれども意外と重要で、うん、結構、英語学習されている方って自分がリスニング力を上げたいのか、うん、スピーキング力を上げたいのか区別せずに英語学習している方結構多いんですね。はい、なんとなく英語できるようになりたい,っていこれだとそもそもも効率かなり悪いんで まずリスニングとスピーキングどっちなのっていうのを分けましょうっていう話が一つですね。えー、でさらにリスニングも2つありまして、音声知覚という音を知覚するという脳のプロセスと、それがどういう意味なのかっていう意味理解って我々言うんですけど、この2つのプロセスがあって、はい、どっちを上げようとするのか、これでもまたトレーニングが変わってきたりするんですよね。<ー>はい、この辺りを一個一個区別して、 どの能力が自分に足りなくて、うん、どの能力を上げていくのかっていうのを一から組み立てましょうっていうのがあの我々が言っていることですねもう本当に初心者で私その最終的にはしゃべるようになりたいっていう部分はあるんですけれども、はい、まあ聞いても全然わかんないっていうまず、いず一番最初はあのちょっと真ん中にある知識データベースっていうものがあるんですけど、はい、これは、まあ、脳にたまっている英語に関する知識、まあ、単語とか文法とか例文とかいろんな知識あると思うんですけれども この脳にあるこの知識のデータベースを活用しながら音声知覚とか意味理解ってしてるんですね。はい、まあ当然。<っ>なので一番最初はベースの知識を入れるということですね。うん、これが一番大事なんで、最も最初にやるべきは私は文法だと思います。文法。はい。文法です。学生時代に学びました。ええ。に逆に戻って文法。はい。で、ただ文法はえっ、ー、とある程度勉強されてた方は。 多分1ヶ月で全部復習終わるんです。なんでまあそれぐらいです。それで終わり。はい、はい、あとは単語ですね。単語、はい、に移っていくと<ー>で単語がまあ最低。先単語。<千>1000はいで、先単語って本当に簡単です。あの多分見たら<は>あいや知ってるよ。っていうことばかりだと思うんですけど、えー、まあそれぐらいの単語をあの頭に入れれ,れば、音声知覚や意味理解のスキルの向上に移っていくっていう。 そんな形になりますね。なるほど。庄司さんはね、お話そのも英語とかペラペラっていうお話でしたけれども、こうやって段階分かれてるのを見るとなるほどなっていうふうにう改めてと思いましたよ。うん、あの、えー、おそらくですけど私の勝手な感覚では日本の。 そそれこそ英語教育はリスニングの部分で切れてるんじゃないかなとうう思ってましてで自分自身がこう英語を得得できた一番はやっぱりこうリスニングもスピーキングもある種、これがうまくサイクルに回っていってどどどどんどんどんん体系ができていったというところになると思っているのであの仕事をしててもいろんな情報をインプットするだけだと何の生産性も起きてないのでどうやって自分でアウトプットをするか。 もはや英語で言うとそれはまさにスピーキング相手にどう伝えるかだと思うのでそういったところによりその力が入っていくと教育という領域でも変わってくるのかなというのはまさにこれを見て私は改めて感じましわれわれはまあこの5つのステップとデータベースなのでまあ合計6つの要素があるんですけれどもこの6つの要素の中で何がその人に一番欠けているのかというまあ診断みたいなあのまあ健康診断みたいな。 ものをしてそうすると何が欠けてて、うん、どれが目標と一番乖離しているのかっていうのが分かるんでそれによってそれぞれのトレあの能力を上げるトレーニングの学習時間を決めてこう学習をポートフォリオみたいな感じにするんですよね。はい、なんでじゃあ英語力伸ばしたいから英会話、うん、どうぞじゃなくて30分間はこれ45分はこれ15分これ。 みたいな感じででく,効率よくそうですねう日本人がその、まあ、リスニングできないというふうに、まあ、私自身もそうなんですけれども課題っていうのはどういったところにありますかおそらく日本人のビジネスパーソンでまず一番多い英語を使うシチュエーションって結構日本にいながらの,あのテレカンっていうんですかね、うん、ズームミーティングみたいなものをやる機会で最近かなり増えているビジネスパーソン多くて、うん、でじゃあリスニング力を上げていきたいよねってなったときに、うん、課題は基本3つなんですね。ね、はい、つは 知識データベースにデータが入っていないこれはデータベースにないんでそんな単語が耳に入ってきても分かるわけではないですから12はデータベースはあるんだけれども音声知ってる単語なんだけれども違うふうに聞こえてるっていうことですか例えば Apple というのがあってさすがにそれを Apple って覚えてたら音声近くができないんですよね。 音声をしっかり知覚して自分が知っている脳に溜まっている単語と聞こえた音ってのが一致するか否かっていう、うん、これが2つ目で3つ目がそれができた上で文章として意味が理解できるかこれ意味理解なんですけど、うん、基本あのリスニングができない方っていうのはこの3つに、まあ、課題が分解されるんですね。はいはい、一番多多いといとうか多くの方 に当てはまるのがやっぱり音声近くが結構できないという方がうあのたくさんいらっしゃるんですよね。えー、で、これを鍛えるトレーニングがシャドーイングっていうトレーニングなんですけれども、はい、あのシャドーっていうのは、まあ、影という意味で、うん、えと影のように英語の音を聞きながらちょっと遅れてついて発音するっていうトレーニングなんです、ね、自自ですす。ね、はい。そう聞こえた音を基本、完コピしてちょっとだけずれて発音すると。えー なんで、まあ、耳コピみたいな感じなんですけどこれが、まあ、音声近くを一致させる意味で非常に重要なトレーニングなんですね。うん、でこれを徹底的にやっていくと音声近くがどん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 ん上手くなって、まあ、スピード感を持って音声近くができると、まあ、これができるようになってくると極限までいくとどれだけ速い英語でもちゃんと音声近くできて、まあ、意味理解まででいいけるととうことですね、うん、実際にそのシャドーイングに関してさらに説明した VTR があるということでこちらをご覧ください。 こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますシャドーイングには大きく三つの効果があります。一つは音声を正しく聞くスキルが向上するということです。リスニングには音声近くと意味理解という二つのステップがあるんですけれども、特に音声近くこの力を向上するためにシャドーイングを行います。 2つ目は音声の意味をを理解すするるこことととにに脳使えいうなりますシャドーイングを行うことによってどんどん音声近くのキャパシティというのを下げることができてその分脳のキャパシティを意味理解に振ることができますそれによってリスニングがもっとよく意味理解することができるというメカニズムになります3つ目は発音が改善するということが見込めます これはちょっと副次的な効果になるんですけれども、シャドウイングを行う上では、元の音声をしっかり再現しようというところに意識を向けますので、次第に発音が良くなっていくという効果が認められます。そのシャドウイングというものを実際にやってみせていただいてもよろしいですかわかりました。元の音声と自分の発音をしっかり自分の耳でャキャッチするためにあの片方のイヤホンをつけてやっています。Thank you very much for taking time today. You started, you started your course, course at progress in 2018. 2018. So, first, so first you could tell you us tell us how, how you started learning English? はい。全部で今のところ800課題用意しております。 最適な学習のレベルからスタートすることが可能です。シャドーイングというのはあの元の音声と自分の発話というのが一致しているかどうかというのが非常に大切になりますので第三者にチェックを入れてもらってフィードバックしていただくというのがあの非常にやりやすい効果的な学習方法になるかと思います。 シャドテンというサービスがありまして英語のプロがシャドーイングの音声を添削してフィードバックをしてくれるというそういうあのサービスを展開しておりますので是非のこのサービスを利用していただければというふうに思っています。 実際にシャドーテンを使用されたお客様の中で英語力が大幅に上がったというふうにの嬉しいお声をいただいている事例がございます6か月間利用いただいたお客様なんですけれども TOIC の点数が110点アップしたそういったの嬉しいお声でした600点から710点に上がったということでございますシャドーテンを利用されたお客様の中には45歳でこのサービスを利用して英語力の向上を実現したという方がいらっしゃいます TOIC においては実際リスニング450点までアップしたという嬉しいお声をいただいておりますし仕事でも英語を使う機会が多いということだったんですけれども今までより随分聞き取れる音が増えたというふうにおっしゃっておりました。 なんか英語がどういうふうな流れでみんなの頭の中になっているのかっていうのを可視化されてあんまり詳しく考えたことなかったですけど分かりやすすいですねい非常に分かりやすいと思いますし、うん、これ実際、英語ができる人間もやっぱり自分が強い領域と弱い領域ってあるんですよ。はい、そこが改めて わかるというのは、うん、あのこれがもちろん今から覚える人もそうですしすでにできている人もあのより意味があるような分解だなっていうのは私自身これを見てすごい感じましたね。うん、うん、これは実際に例えばその英語だけじゃなくて他の言語でもこういうのって当てはまっていくものなんでしょうか。当てはまりますね、うん、あのまあ考えていただければそうなんですけど日本語でももう全く同じですね。はいなんで他の言語をじゃ仮に学習しようってなっても英語で一回このフレームワークを理解してトレーニングをしていると相当応用聞くと思います。うん なるほど、今の,そのカリキュラムだったりとかその段階をしっかり理解すると他のものにもどんどん,どん,どん応用していくことがで,、ね、できるというその世界がかなりり広がりそうですねさて、ここまでいろいろとお話を伺ってきましたけれども今後の世界経済の行方というのをどうご覧になっているかまずは岡田さんからいかがでしょうか。 基本的的にには僕はは僕明るるいと思ってるんですよね、うん、長期的にはで、まあ、世界経済がどうなるかっていうのは、まあ、アナリストではないんで分からないですけれどもやっぱりあの私がその仕事でご一緒する、えー、企業の方々っていうのはもう本気で人材をどうやって育てるのかっていうことを考えてますし、うんえー、世界に出ていこうっていう企業さんもたくさんあるので、まあ、今後日本企業がもっと世界でプレゼンスを発揮して日本が返り咲くっていうのか分からないですけれども。 あのさらに元気になっていくんじゃないかなというふうに思ってますし私自身もその一端を担えるように頑張っていきたいなというふうに思ってます,、うんうんすね、成長力はまだまだあるということですよね庄司さんいかがでしょうかそうですね私もあのお母さんと比較的意見は近いんですが、うんえー、明るいかどうかっていうのをある種評,評価するのは勝手だと思っていて自分たちがどう明るくし続けるかだというふうに思っております、はい、フォロワー気質じゃなくて自分たちがどうやってリードをしながら世界というものを 小さくても引っ張っていくのか、うん、というところを一人の企業人としても思いますし、やはりこう一人の地球に生きている人間としてもそういうことはやっぱ思いますので、うんうん、やはりこう一人一人,人がいかに前向きに世界を引っ張っていくかというところを、うんねえー、続けていきたいなというふうに思っています。えー、ということでいろいろと議論してまいりました、えー。世界経済を勝ち抜くための秘訣はやはり英語の科学科ということでしたね。 お二人ともお話いただきましてありがとうございましたありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう今回はこのあたりで失礼いたします